早く早く。はいはい。もう行っちゃうよ。ラム、待って、後もらっかいな。応援に来てくれたのか。絶対優勝しなきゃ許さないからね。誰に言ってんだ、ハム。じゃあ俺らが優勝したらハムは人参食えるようになるの。なんでそうなるの。お父さん頑張ってね。はい、お守り。お、俺のもあるのか。うん、カイザーも。はい。おお、100人力だ。全世界の皆さん、今日は記念すべき一日となるでしょう。この平和と友情の祭典を長く語り継いでいきましょう。聖なるグランレイクに常しえの友情と平和を誓って、これよりグランレースを開催します。ようこそグランレースへ、ウラン王。ファラフナーズ様、本日は誠に盛大な催しとなりましたな。お初にお目にかかります、アウグスト・ファラフナーズ。はじめまして。リリアーナと申します。ミリアです。バンシップって世界そのものだと思わない？世界ですか？今でこそ同じ形に落ち着いたけれど、かつては国ごとにまるで違っていた。そんなバンシップがこの聖なる湖に集まって同じ一つの空を飛ぶ。同じ星に生きている者同士がそれぞれの思いで同じゴールを目指すの。お互いの意思を尊重し、時には競い、時には認め合い、それができればきっとこの世界は変わってゆける。私たちも頑張らなくてはね、トゥランの未来を背負う者として。いっぱいお勉強してお姉さまのお手伝いをする。ありがとうミリア。本当に大変なのはこれからだわ。和平協定は結ばれても世界はまだ一つには程遠い。まだまだ越えてゆくべき課題がある。お心は十分承知しております。ですがそのために御身が倒れるようなことになっては。ルキアの言う通りです。今御身を失っては世界も我々も。私一人の力でできることなんてほんの少しだけなのよ。ルキア、アラウダ、あなたたちにはこれから私一人ではなくこの世界を守ってほしいの。私もいつか飛びたい。こんな風にみんなが笑って。ファム、おお、よしよし。栄えある第1回グランレース優勝の栄誉をたたえます。アタモラ、
次の世界を担う子供たちから優勝者に花を。アラフナーズ、あの玉なら俺が受け取るぜ。カイザー、下がれ。キュアラフナーズ様、清廉なる永遠の源、グランレイクよ。我らトゥランの民はその恵みに感謝し、ここに祈りを捧ぐ。水と土と風の祝福を与え、大いなる実りを授けたまえ。が濡れてしまうわよ。グランレイクの聖なる水なら濡れても祝福をいただいたのと同じよ。ここはいつ来ても静かでとても綺麗。あのアデス連邦でさえ崇めている場所だもの。それ以外の土地は全て奪うつもりなんでしょうけど、今回の講和条約だってきっと裏があるんだわ。ミリア、だってたくさんの民が亡くなったのよ、あいつらのせいで。時間よ、行きましょう。おかえり、ファム。あ、おかえり、姉ちゃん。ただいま。すぐご飯にするわね。はーい、ファム。アデル、ただいま。ファムね、今日も一番盛り。バッチリ。お腹。ポテパンでいい？大歓迎。お、リオ、あんたまたサボってたわね。わお、ファム、見てたよ。キュイーン、ピュー。もっとしっかり働きなさいよ。働きなさい。はーい。こら、返事ばっか。お水はまだ飲まない方がいいよ。今日は忙しい日だからね。ファム、お仕事？ん？よし。トラン王国とアデス連邦講和条約締結へ。本日正午、グランレイク湖畔にて調印式。これで少しは連邦の侵略も止まって、
平和になるといいわね。ドランって確か国王が病気とかって王女の二人が頑張ってるんだっけ。そうそう、妹姫のミリア様なんて私たちと同い年なのよ。すごいと思わない？頭も良くて綺麗で、なんか窮屈で大変そう。私やだな。大丈夫よ、ラムがお姫様とか絶対ありえないもん。あ、何よそれ。ごめん。クジラ、たくさんたくさん。西、135マイル。グランレイクで？和平会議じゃなかったの？ジゼ、一番盛り取るよ。風速と思われるバンシップが発光信号を送ってきています。我らこれより貴殿の帰還をこの戦場より盗み出さん。え、私たちを逃がそうというの？ラタスと引き換えに。ふざけないで空賊風情が。選べ、この場で死ぬか、我ら空賊と共に生き延びるか。応答信号、炭酸、超一、炭二。お姉様、本気なの？私たちがここで果てたら、トゥランは誰が守るのです？マム、この子お願い、任せて。ラサスより了承の信号。話の分かる人って大好き。お姉さん。何も見えるではないか。機関より誘導信号 SB15 全艦黄色信号灯に砲撃開始。よし、スターボード15撃て。2戦隊3番艦4番艦大破。3戦隊も被害甚大。空賊め、我が軍の信号を。左45度仰角10度距離38000。全問正射。 B15 白色信号に砲撃求め。あ、これなら勝てるかも。めちゃくちゃよく女の。スモークに紛れて微速前進。偽の信号に騙されるな。第6番艦が急速接近。監視攻撃です。貴様ら、それでもアウグストの兵士か。クラウディア機関3番から6番停止。手段破損。11時方向、距離3マイル、湖面上空500。ラザス確認。全艦砲撃開始。
青色信号確認。全乗員体を固定せよ。お姉様、お邪魔します。え、はーい、みんな何かに捕まった方がいいよ。あなた、行くよ、回転。ソフィアさんと君たちの王様が好きにしていいってさ。投げちゃダメ。うわあ、第二艦隊総督カイバーンより報告。トゥラン機関ラサスは自らグランレイクに墜落し完全に水没。王女リリアーナ、王女ミリアは船と運命を共にしたものと推測される。君はどう思う、アラウダ？私はルスキニア総統の手足です。自ら触れたものしか信じないか。はい。ここに首都防衛に関する作戦指示がまとめてあります。必ずあなたの手でお父様に渡して。それはラサスを降りて先にイグラシアに戻れということ？ミリア、お姉様。イグラシアで会いましょう。お姉様もご無事で。お願いします。本当にいいんですか？私たちなんかよりもトゥランの方の方が。あなたたちはこの空で誰よりも早く飛べる、そうでしょ？はい、はい。やっぱファムファンファンかな。はい。あなたたちからもらった船の名前、この戦いが終わったら付け直すんだ。50秒でジェット気流を抜けて。冗談じゃないわ。トゥランの期間はラサスと決められているのよ。勝手に変な名前にしないで。ひどいな、人の名前を。人の、はい、名前なんです。一応ファム、あと10秒。一応って何？一応って、私はファムファンファン、そっちはジゼルコレット。3、2、1、離脱。はよ。トゥラン到着時刻1800。トゥラン軍主力は王都イグラシア全面に展開、徹底抗戦の構えです。トゥラン王はこの戦いの意味を理解しておられる。これが殲滅戦なのだと。全艦攻撃準備、全力でトゥラン軍と王都イグラシアを焼き尽くし、世界に我が決意を示せ。敵はルスキニア座長艦インペトゥス、ただ一艦のみ。全力で撃ち取れ。トゥラン艦隊接近、ラサス捕獲中号。やはり生きていたか、ルキア。ラサス失速、移動を恐れます。
ミリア。お父様。よく生きていてくれた。はい、お姉様も無事です。そうか、よかった。これで王都を守れと、お姉様が。リリアーナ、国民はすでに都から退去させた。お前もすぐにここを離れなさい。お父様は？ここで全てを見届ける。では私も残ります。たとえ国土を奪われても、王と民がいればトゥランは滅びぬ。ミリア、お前だけでも生き延びねばならぬのだ。お父様。泣かないでおくれ。お前は希望なのだよ、ミリア。トゥランにとっても、この私にとっても。リリー様がさらわれた。お姉様が？おそらくリリー様はインペトゥースに連れて行かれて。助けて。お願い、お姉様を、お姉様を助けて。ミリア様、お姉様が殺されちゃう。お願い、お姉様を助けて。お願いだから。行くよ。了解。僕がおとりになる。アホ、空賊気出す。放っておけ。奴らの動きは森だけだ。クジラの中に飛び込む。え、中にって嘘。あー、ダメ、戻って。クラウディア船の向こうに艦機構が5つ、クジのバイクに入って。了解。速度そのまま、直進8秒後、右、5、4、3、2、1、今。もしかしてあんたが？ルスキリア・ハーベズ。お姉様はどこ？今すぐ出しなさい。侵入者だ。銃を回せ。射殺許可。ルスキリア総統。静まれ。発砲はするな。エグザイルを知っているか？忌むべき船、エグザイル。遥か古の最悪の時代、この星から空の果てへと人々を逃がした移民船。そして最悪の時代の終わりに、ノーノーとこの星に舞い戻ってきた。だが苦しむ星を見捨てて逃げ出した者などに、再び与えられる土地などない。歴史の講義を聞きに来たのではないわ。お姉様を出しなさい。お前たちは帰ってくるべきではなかった。お姉様、あなたの勝ちよるスキリア、トゥランはアデス連邦に降伏します。お姉様、だからお願い、ミリアには手を出さないで。この戦いに降伏はありえない。世界が平和を取り戻すためには、増えすぎた国は滅び、人は死ぬより他はない。お姉様を離して。青い水面に生まれし者よ。何、何なのこれ。お姉
ネ様に何をしたの？一つの言葉、一つの思い。我らの安らぎは永遠に。バブ！民と娘たちの未来にご加護。トゥランの散った翼は空に返せ。それも空賊の掟。失われた魂たちが無事に空の彼方へ帰り着きますように。オラカエトデタイ、この船と共に空で生きよ。空で生きるが我らが務め。追い風を祈る、追い風を祈る。空を行く翼に追い風を祈る。
第三艦隊オーラン並びに第四艦隊ソルーシュはノトス艦を撃破、残敵総統に入りました。うん、サドリは？第一艦隊はコルボー半島の制圧後、所属不明の戦艦を追撃中ですが。ただいま、トゥランより帰還いたしました、アウグスタ。ルスキニア、おかえり。は、申し訳ございませぬ、アウグスタより賜った艦隊を。そんな顔しないで、カイバーンがいっぱい頑張ったこと分かってるから。は、もったいないお言葉。あの、カイバーン、今日はいつものあれは。は、では失礼いたします。アウグスタ、お気をつけて。バサンタ、俺が恐れ多くもアウグスタを落とし申し上げるようなヘマをすると思うか。王都イグラシア陥落の報を受け、トゥラン国内各都市も続々と降伏しております。トゥラン国王は穏健派で知られる人物でしたから、それにエグザイルの威力を前にしては。よもやあれほどのものとはな。今トゥランと呼ばれているあたりには昔は誰が住んでいたの？現在は連邦北東部ゴーニア地方に住まう一族こそがあの地域の本来の住人です。記録によれば118年前帰還してきたトゥラン人たちに大地を奪われたと。ゴーニアは去年の例外で暮らしは大変なはず。早くみんなに麦の大地を返してあげてね。さすがはアウグスタ。できるだけ早く民が恵みを受けられるよう我らも尽力いたします。うん、次の議題です。来月予定されております全アウグスタの10周期追悼式典についてですが。そうか、もう10年になるのだな、あのグランレースから。南東の風、風力に航路異常なし。火事中央、火事中央。今夜は星がよく見えそうね。シルビウス生け捕り作戦。パムもお皿並べて。ジンゼ、もっと喜んで。あのシルビウスだよ、もっとこう感動っていうか、すっごいパムみたいな。ポテトン焦げちゃう。あ、焦げ好き、焦げ。だってあの死神シルビウスでしょ。死神。そうだよ、死神シルビウス。これありがとう。よく似合ってます。そう、シルビウスってのはね、謎のすごい戦艦。2年くらい前かな、リエルの西にフラッと現れて、それっきり。他もまだ見たことないんだ。捕まえられんの？幽霊船。幽霊船？安心して、ちゃんと実在する船だから。たった一隻でアデス艦隊を壊滅させたとか。そりゃ連邦も、あ、お前らこれ追いかかるの？危険すぎない？そんな船必要なの？きっとすごい戦力になるよ。トゥラン最高には必要でしょ。そうね。ダメダメ、ポテパンはね、パクって食べるのよ。おいしい？え、とても。やっぱりやめない。大丈夫、私はジゼを信じる。私たちならやれるよ。ファムのとは感じが違うのね。口閉じてた方がいいよ。回転。前方距離3万、艦影7、信号弾確認、識別コード連邦艦クイング。取り火事10、取り火事10。クジラは進路を変えた。はっ、ダチョウ野郎が。
番盛り。セシリー、一番盛りだそうです。速度落ちます。よし、足を止めた。艦長、これがクジラ捕りというものか。うん、楽しそうですね。おって、任せろ。死神は俺が潰す。これはあれか、目つぶし。真の前方距離500、岩礁多数、75に上昇。この子すごく耳がいい。だったら塞ぐ。申し訳ありません。いいのよアリス、後を頼む。目をつぶし耳を塞ぎました。機関に勝ち目はありません。降伏するならカルタッファルのファムファンファンが。子供の戦争ごっこか。敵、シルビウスが逃げる。ファム、振り切れない。ギリギリ旧大臣。何様、シザースはまだまだだな。助けに行って。どうして、僕も仲間に入れてよ。あれれ、なんで私たち生きてる。なんとかね。ジゼ、クジラは。あ、いた。四時方向、距離4000。直進6秒、上、4、3、2、1、今、巡航右、3、2、1、今、人生すごい、さすが、水密扉、ダメ、外に出て、バブ、中学班、乗員退避完了。全乗員、体を固定せよ。下がって、うん、シルビウスを見た以上、生きて返すわけにはいかない。あなた、さっきの赤いやつね。私は艦長のタチアナ・ビスラ。カルタッファルのファム・ファンファン。ジゼル・コレット、二人とも15です。私たちに手を貸してくれたら、空に返してあげられるかも。何をしろっていうの。そうだな、お前の年の数だけアデス連邦の船を奪ってこい。年の数って、15隻なんて無理です。子供には荷が重すぎるか。ファム、ジゼル、ミリア。条件を飲むわ。ミリアのために一個艦隊仕立ててやる。みんな元気？お、ディオ？ああ、久しぶりだな、この放蕩息子。ここの人だったの？ここってシルビウスの？なんで今まで黙ってたのよ。あれ、言わなかったっけ？言ってない。だったらもっと情報くれてもよかったじゃない。そしたら今頃。ファム、落ち着いて。それより知ってる？連邦が3日後にプランの併合宣言を出すって。併合？
準備は？終わったよ。そう。よっと。いい風。ミリア。ん？もしね、カルタッファルが亡くなったら、私もジゼもすっごく悲しいと思うんだ。大好きだから。でも、そうなったら、いっぱい泣いて、たくさん食べて、たくさん寝て、それから出発するんだ。新しいカルタッファルを作るために。何が言いたいかっていうと、ミリアがいればトゥランはなくならないってこと。あとは領土と人さえいればね。でも領土なんてどこにも。そんなの別にどこでもいいじゃない。家でも船でも何でも。え、じゃあいい知らせ待ってて。ファム、連邦は当然グランレイクの北へ戦線を移してくるだろう。そうなれば確実にぶつかるのがグラキエス。正面衝突になるかしら。おそらくな。建国以来完全孤立主義を貫く国だ。連邦がよそを狙う分には気にも留めないだろうが、自分たちの領域を奪われるとなったら話は別だ。ある意味連邦よりも厄介だな。あれがターゲット？クシザシでかっこ悪い。ん？エルンスト・キール・スリンデマン閣下に母上様より至急のご帰郷をと。何？母上が？はい、明朝までに到着せよとの厳命です。明日の朝？無理だ。プリンスは足が遅いのだ。おう、艦長、高速船の準備があるそうです。何？おお、でかした。しばしお待ちくだされ、母上様。艦長！ごめんなさい。機関制圧完了。東部見張り台制圧、上部甲板および前方等制圧。戦闘もなしでこれだけの船を制圧するとはな。私はトゥラン国王代理にして第二王女、ミリアイルベルク・クトレットラ・トゥランです。アデス連邦はグランレイクでの神聖なる和平交渉を無視して、トゥラン国土を無慈悲にも蹂躙し、我らが王都を怪人に帰しました。このアデスの横暴に対し、自由と平和を愛するトゥラン国民の代表たる私は断固として戦い続けることを誓い、ここに神聖トゥラン王国の建国を宣言します。いかがいたします？大義名分にはなるか。いいの？アデス連邦と正面から喧嘩する羽目になるかもよ。彼女たちを見殺しにするのは忍びないのでしょう。迷子の小鳥にしてはなかなかやるようだしな。はーい、並んで並んで。ちょっと、なんで私がこんな格好しなくちゃならないの？はい、チーズ。こうしてファムたちとのクジラ捕りは始まった。
ねえファム、どうして私のためにクジラ取りなんて始めたの？何？迷惑？あなたたちに何も返せない。今の私には何もないのよ。じゃあさ、グランレースやってよ。グランレース？ミリアがグラン取り戻したら一緒にグランレース実現させよう。平和になった空をみんなで飛ぶの。そんで今度こそ私の実力見せつけてやるわ。おめでとう、戦艦15隻達成だ。クジラ取りは終わってない。連邦をやっつけてトゥランを取り戻す。おや、賑やかだね。私の歓迎会かな。ヴィンセント誰？これは失礼。アナトレ・デュシス連合王国先遣部隊総司令官ヴィンセント・アルツァイだ。お初にお目にかかります。トゥラン亡命政権国王代理ミリア王女殿下。はじめまして、ヴィンセント卿。アナトレ政府を代表してトゥランとの盟約を誓う。の方向から機関音。連邦艦インペトゥースです。ルスキニアか。旗確認。連邦総統機並びにトゥラン王女機。今までご苦労様でした。あなたがアナトレの指導者ですか？ヴィンセント・アルツァイ、アナトレ政府の全権を務めています。妹への心遣い感謝いたします。当然のことをしたまでです。我が愛するトゥランの民よ、存亡の危機によく耐え忠誠を守ったそなたたちを誇りに思います。しかしその苦労も報われる日が来ました。亡き我が父の志を継ぎ、トゥラン王国は私リリアナイル・グラツィオソ・メルロー・トゥランが受け継ぎます。国王として宣言します。トゥランと連邦との戦いは終わりました。連邦総統ルスキニア・ハーフェズ。トゥランは連邦と和平を結んだのです。世界は連邦の秩序のもとに統合され平和の時代を迎えます。和平って、それじゃあトゥランを連邦に売ったのと同じじゃない。トゥランの諸君、リリアーナ陛下のおっしゃる通りだ。安心して陛下の言に従いたまえ。我々連邦は諸君らの保護を約束する。艦隊はどうなるの？指揮権はリリアーナ様に移るみたいね。それってミリアから取り上げちゃうってこと？そんなの変だよ。あれは私たちがミリアのために。なかなか巧みな演出ですな。どうやら連邦では併合を同盟と支配を保護というようだ。アナトレーのテロ行為については報告を受けている。不幸な誤解に基づくものとはいえ、我が艦隊を苦しめた手腕は称賛に値する。シルビウスを差し出し教準を誓うなら、テロ行為は不問に付装。拒否したら？10分待とう。よく考えたの。
お姉様、お姉様は連邦がトゥランにしたことを忘れてしまったの。ミリア、あなたの役目は終わりました。黙って私についてらっしゃい。お姉様とは一緒に行けません。トゥランの領土はここです。私に従わないのなら王女の身分を剥奪します。今日からあなたと私は姉妹でも何でもありません。お姉様、次に会う時は戦場ですね。リリー様はルスキニアに操られてるんだよ、きっと。ちゃんと話せばわかるって。リリアーナが命じればミリアの艦隊は敵に回ることになる。ミリア姫がこちらにいてもか。兵はお姉様に従うでしょう。私どうすれば。お前が力を落としてどうする。我々の同盟相手はあくまでもミリア・イルベルク・クトレットラ・トゥランだ。そうそう、シルビウスにミリアがいる限りトゥラン亡命政権は不滅よ。インペトゥースより支援、シルビウスに対し攻撃準備。何、ミリア様の乗る船を攻撃などできるか。リリアナ様、ただいまよりこの船をトゥラン艦隊旗艦ラサスとし、以後私が直接指揮を取ります。砲撃開始。しかしあの艦にはミリア様が。それも運命です。お落ちなさい。うまい、ケーキケーキ。アナトレイと仲良くしていれば毎日食べられるの。まあそういうことだな。連邦第三艦隊を確認。敵艦隊発砲。こんなの絶対おかしいよ。ファム、どこ行くの。リリー様を取り返す。待って、全艦戦闘準備。乱視鉄鋼距離不可。全艦直ちに撃ち方始め。全艦撃ち方始め。ファム待って。ミリアは戻ってすぐにリリー様を連れて帰るから。お姉様は操られてなんかいない。あの目は本気よ。お姉様にはもう私の言葉は届かない。ミリア、リオ、ファム、ミリアをお願い。できるだけ遠くへ。早く。分かった、行くよ。でもまた後でね。これは艦内に侵入者あり、原因に多大な被害が。隔壁を下ろせ。侵入者の動きを確認しろ。機関部に侵入者を入れるな。毒蛇が紛れ込んだか。ブリッジ、ブリッジ、ファムとミリア、ジゼル、発進許可願います。許可する。ミリア姫を安全な場所にお連れしろ。了解。撃墜されんじゃねえぞ。みんなも無事で。良き風を。追い風を祈る。目的は果たした。進路北へ、グラキウスへ進行する。
は進みます。聖なる湖グランレイクの北へ。今はグラキエスなる帰還民どもに奪われているあの懐かしのふるさとへ。今回の我らの決断に世界は思い知ることでしょう。この星の土地のすべては我らの手に戻るのです。我が民よ、共に帰りましょう。グロリア・オルスタ。艦隊はすでにボレアス要塞北東150マイルに集結しつつある。カイバーン、オーラン、ソルーシュ三艦隊の総力をもってグラキエスを叩く。モージナ、ビズプリウブリチエニアスカザッツィ、人へとビートはリシート・スーティブ・ミイラ。クレラーティ・ズリーツィ、ラザビュート・アワンガード・ベテラーツィ。ザ・ミエチェ、ラジスキ・フロート、セン・ピロータ・ウェル。Seal Treats. Treatsy, готов. Первый готов. Все за мной. 進路前方、積乱雲発生。積乱雲ではない、グラキエスだ。それが姫の意志ならば俺を殺すといい。だがここで俺を殺したところでこの戦争は終わらない。空位となった連邦総統の座をめぐる争いに諸国が介入し、今以上の混乱を招く。繰り返される復讐の連鎖を自らの力で止める術を人は未だ用いていない。それでも全てを収め平和を築く自信があるのなら、俺の代わりにこのどうしようもない世界を救ってくれ。みんな無事かしら。死神だもん、大丈夫。そうだけど情報も足りないし、一度カルダファルへ戻った方がいいかもしれないわ。よしね、ミリア。前衛艦隊損耗率 80%。 壊滅どころか完全にすりつぶされたな。仇は我々が撃って。全艦対空戦闘準備、コンバットボックス組め。全艦対空戦闘準備、全速射管制装置起動。敵編隊周囲から突入開始。かかったな。全艦撃ち方始め。撃ち方始め。一つ。地上攻撃は私の本分ではないんだから。補強グラキエス本拠。全艦戦闘配備、南州総尉流弾。フタラーやアリーニアを通しないザシーティ、また開こう。ここは片付いた。次の目標だ。全艦急速回避。まだこんな兵器を隠していたとは。よかったか。間に合ったな。グラキエスに神速の本領を見せてやれ。我らが民を、我らの平和をお守りください。
この戦いは本当に必要なのか。私たちはもう十分な生存権を得たのではないのか。このままではアウグスタが虐殺者の汚名を着せられてしまう。ナベーキ、ウクロイ、ゼームリュ、ナッシュスクライフィショー、ブラスネズニ、クリスタール。周囲3マイル以内に動くものはありません。よし、ほぼ片付けたな。本隊に報告して、我が艦隊はグラキエス中心部に。撃ち方始め。やったか。全艦急速回避。全艦全速後退。いいんだな。私の手はすでに汚れていますから。エタ、セイラ、イズム何かナシャ、バギーニャ、ニパビジーマ。天空に輝く極錬星、我らを導き新たに生まれる場所、聖なる源。Откройте они. They knew me, Luca. ほら、見えてきた。山見台確認。ジュゼ、着陸許可信号。了解。あら、どうしたの？反応がない。山見台通過しちゃうよ。何かあったのかも。よかったよかった、二人とも無事で。母さんもみんな本当に。Thank you.
連邦は今まで見逃してくれていただけだったんだな。奴らが本気になったら俺たちに勝ち目なんてなかった。お前よかった、無事で。ミリア、どう？今はいいわ。そっか。あのさ、今フリッツたちと出発の準備をしてたんだけどね。まずはアナトレへ行ってみない？東の果てだって言うから少し時間はかかるかもだけど。そしたらシルビウスのこともきっとわかるし、まずはみんなを探してみんなの無事を確かめて。アナトレとはもちろん連携するわ。彼らの戦力は絶対に必要だから。でも東の果てまで。ミリア、アナトレのみんなを戦力とか言わないでよ。ごめんなさい。あ、いや、ただミリア一人で全部背負おうとしてるみたいだから。当然だわ。だって私はリリアナ・トゥランの妹なんだもの。でもリリー様はルスキニアに操られてなんていなかった。いいえ、たとえ操られていたとしても、二度もエグザイルを地に落としたお姉様を止める責任は私にある。けど、お願いファム、これはどうしても私がやらなくてはならないことなの。ごめん。納得がいかん。そうカッカするなって。世界の平和のためだと言われなくとも、我々はそのために戦ってきた。必要なんだろうよ、閣下の信じる世界にとっては。なんだその世界と。さてね。だが閣下がこれまでずっと文字通り無視の心で連邦を導いてこられたことは間違いない。だから国民も閣下を熱狂的に支持している。この光景もその結果だと。今さら何を。エグザイルならすでにトゥランにも使われている。落ちるところをこの目で見たのは初めてだ。なるほど、それでおじけづいたと。死は死だよ。剣で首をはねられようと、砲弾で粉みじんにされようと、エグザイルで町ごと潰されようと、死にゆく者たちにとってその意味は変わらない。だがここに正義はあるのか。もう好きだよね君たちって。ほんとベスパパか。せえ、文句あんならてめえも参加しやがれ。やだ、とばっちりはごめんだし。準備完了、いつでもどうぞ。こっちもいいぜ。じゃあ行くよ。3、2、1、ゴー。あ、またやってるのかい。昔からだよ。あの子モヤモヤすることがあるといつもああやって誰かで構わずレースを挑んでさ。勝負だね。フリッツもやるね。あのまま逃げ切っちまうかも。いいえ、ファムは勝ちます。え？いつもそう。
信じさせてくれます、ファムは。だから私もファムの言う通り、私だって。私だってお姉様を殺さずに済むのなら。あるのよ。それよりどうしたのよそれ。なんでもないわ、ホコリが目に入っただけ。じゃあ私もホコリが目に入っただけ。さっきと違うじゃない。プラン王女ミリア姫でいらっしゃいますか。はい、私がミリアです。ミリア姫に緊急のご連絡を渡しいたしたくまかり越しました。私に。アウグスタ・サウラの紋章。アウグスタって連邦の。アウグスタ・サウラはこの度の戦いで犠牲を強いられた多くの人々に対し停戦と協力を申し入れる。トゥラン王女ミリア姫におかれましてもご賛同いただきたく。どうなってんのこれ。チェシイスフィデラツィ。先を越されたな。もともとは我らとトゥランでなそうとしていたことだ。先に我々の出した同盟締結宣言も呼び水になったのでしょう。機運はすでに生じていた。あとはそれを現実にできるか。ソフィア様がご帰還なさるまでの辛抱ですな。うん。アウグスタ・サーラ様の命令書です。全軍に伝えよ。停戦はアグスタのサーラ様の願いである。お待ちしておりました。あなた方の参集を歓迎いたします。どうぞこちらへ。アウグスタがお待ちです。本当に子供だ。子供だって聞いてたけど本当にちっちゃいからびっくりした。子供でもアウグスタです。私だって分かってます。私はまだ子供で何もできなくて、でも私がアウグスタなんです。ごめんなさい、本当に失礼をいたしました。どうかお許しを、アウグスタ・サーラ。この者には後できつく言い聞かせておきますので。アウグスタ、この方たちもルスキニアの起こした戦争の被害者なのですよ。首都までの長旅でお疲れでしょう。お口に合うか分かりませんが、どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。
いただきます。あお、さあ皆さんどんどん召し上がってください。こちらはノトスのオアシスで採れたオレンジ、初物です。あの、これもその初物で？ファムお口に合いませんでしたか？それは雑穀の粥でして、我らの日常食です。アウグスタも民も日々それを食しております。これを？この国では良き麦の採れる大地はほんのわずかしかないのです。ごめんなさい。子供だなんて言って、あなたは本当にこの国のアウグスタなんだね。何？見せたいものって。こっちこっち、私のお母様。覚えてないの？お母様が亡くなった時、私まだ小さくて、だからこの絵でしか。そっか。お母様みたいになりたい。なれるよ、サーラならきっと。ルスキニアはね、お母様の護衛だったの。お母様が亡くなって、ルスキニアは自分のせいだからって、だから私のことは絶対に守るって、そのためにこの国の総統にもなったんだって。本当に平和な世界を作って、私がずっと笑っていられるように。ルスキニアには夢があるんだって。大切な大切な夢。世界の果てに大きな大きな古い女神が眠っているんだって。ルスキニアはその女神と一緒にこの世界を救いたいんだって。留守の間ご苦労であった。私の独断で講和を受け入れてしまい申し訳ありませんでした。貴殿の判断は正しかった。お言葉感謝いたします。アウグスタ、お心のままに。さっきの戦いで多くの血が流されました。それはすべて私の責任です。アデス臣民並びに諸国の民に詫びたいと思います。どうかお顔をお上げください。アウグスタのお心を痛めたこと、この場さんと残機に耐えません。しかしながら和睦の前にまず総統の更迭を要求します。話が逆だ。バサント、貴様はアデス連邦の大義に背を向け、帰還民の利得に走ったのだ。大義？今の連邦にあるのは破壊と侵略のみではありませんか。ここにおられるトゥラン、グラキエス、アナトレイの人々がそれをよく知っている。大義とはこの星の限りある資源を次の世代につなぐことだ。トゥラン国王はそれを理解しておいでだ。我がトゥランはルスキニア総統の報じる連邦の大義を支持いたします。ヴェーティマ、お姉さまにトゥランを治める資格はありません。トゥラン王はトゥラン臣民のためにあるべきです。ミリア、あなたは何も分かっていない。トゥランである前にこの星の住人であることが大切なのです。それがエグザイルを使って国々を滅ぼした理由なのですか。この世界は小さすぎる。すべての人々の幸せを収めるにはあまりにも。だからって大勢の人々の幸せを奪う権利がお姉様にはあるというの？
お姉様目を覚まして。どうやら姫の思いは通じないようですね。我々はルスキニア総統の鋼鉄とともにリリアーナ公女の引き渡しを要求します。トゥラン、そしてグラキエスの惨事を思えばエグザイルは封印されなければならない。エグザイルなしにこの星に平和はない。人は貪欲で血を好む。野放しになればやがて欲望はこの星を喰らい尽くす。古の人のように。情報の余地なしですか。初めから分かっていたはずだ。もうやめて。もうやめて。これ以上の争いは許しません。みんなお母様の理想を思い出してください。バザートはもうルスキニアを責めないで。ルスキニアももう二度とエグザイルを使えないと約束して。兵士も戦いに疲れている。和睦は立場を超えて皆が望むところです。やらずに済みそうだな。平和に乾杯。トゥランの姫をお連れしました。ミリア、来てくれて嬉しいわ。お姉様、トゥランを裏切ったのはなぜ。自分が間違っていたと認めて。でないと私、あんなに国民のことを考えていたお姉様がどうして。民を裏切り、国を滅ぼし、魔女と呼ばれてまでお姉様は何を手に入れようとしているの。結局あなたを苦しませてしまったようね。はぐらかさないで。ルスキニアのために働くのはなぜなの。ミリア、あなたがそうすべきだと信じるなら、おやりなさい。さあ。市場を捨て、なすべきことをなす。それが王族の務め。私は魔女となる決意をしました。この星は私たちには小さすぎるのです。このまま帰還民が増え続け、全てが安楽な暮らしを送ったら、100年も待たずに再び最悪の時代が訪れるでしょう。だからって私にはこの道しかないのです。国を治めるとは、解けない問題を身をもって解き続けること。父上のお言葉です。妹君は無事に送り届けた。お心遣い感謝いたします。すまないと思っている。あなたがそんなことを言うとは思いませんでした。だが俺たちはこのまま進むしかない。
これより和平条約調印の儀を執り行います。なんだか緊張しちゃうね。一時はどうなるかと思ったけどさ、戦争も終わってミリアとリリアーナ様も仲直りしたことだし、この分ならグランレースも夢じゃないよね。サーラ様。私は何も分かっていなかった。お姉様の立場も背負わされていた宿命も。お姉様はこの重さにずっと耐えていたの。受け継がれた鍵の記憶。人は同じ過ちを繰り返して、同じ絶望に苛まれて、いつもいつもいつも、それでもお姉様は魔女になろうと、この苦しみに耐えながら、ここで足を止めてはリリアーナの犠牲が無意味となる。ああ、これは10年前のあの日生き残ってしまった俺たちの贖罪だ。万事計画通りに。どちらかが倒れても残された者が最後まで進む。第二艦隊を先行させろ。我々は背後を守りつつ、攻撃があれば直ちに反撃せよ。ルスキリアの艦隊が一斉に動き出した。こっちには何の連絡も来てない。止めなくていいのか。まだ攻撃指示は出ていない。やはり和睦はついたか。とにかく向こうの真意を問いただすまで攻撃は待て。艦隊の出撃準備を急がせろ。だがくれぐれもこちらからは撃つな。は。鬼服そうともしないのか、ルスキニア。バサント、何があったの？大丈夫です。
アウグスタは何もご心配されることはございません。ただ少しだけ騒がしくなるやもしれませんので、アウグスタはお船の方にお釣りいただいて。いや、アウグスタ、もう嫌なの。私の知らないところでみんなが傷ついたり死んだりするのは。だから、申し訳ありませんでした、アウグスタ。これより私は。お迎えに上がりました、アウグスタ。動くな、誰か出会え。無駄だ。さあアウグスタ。スキニア、君も懲りないね。全体の状況をまとめるわ。とにかく指揮系統だけでも立て直さないと。ミリア、ごめん。ミリア、私今までミリアの気持ち全然考えてなかった。だからごめんなさい。今更だけどそれだけ言っておきたくて。待って、私がここまで来れたのはあなたがいてくれたおかげよ。グランレース実現させましょう、必ず。ミリア、この先何があっても私たちの夢は変わらない。グランエグザイルへよくぞお戻りになられました、マエストロ・サーラ。マエストロ、全ては世界を救うため、ファラフナーズ様の望まれた平和な世界を実現させるためです。雪の大地に眠りし者、迷い子を導く陶器約束。大いなる星々の海、去りにし者陶器道、戦天使のもたらす夢、それは希望と命の印。グランエグザイル、願いの果てにあるものは全てを超える真っ白き翼。いざ行かん古き争いの地を捨てて、恵みの空、常しえの海、新たなる世界を目指す愛し子の翼に追い風を祈る、追い風を祈る。
アデス連邦の総意によって建造されたグラン・エグザイル、全てを超える存在である。その正当なる後継者にして、この星の住人全てから全権を委託されたマエストロ・サーラの名において宣言する。全世界におけるあらゆる戦闘行為は現時点をもって即刻中止される。各地の勢力は即時武装解除し投降せよ。応じぬ場合、グランエグザイルによる鉄槌が下される。全ての戦闘兵器は破棄破壊され、世界には真の平和が訪れることとなる。グランエグザイル位置確認。グラキエス北東グリッド G7。 グランエグザイルの前にはサドリ元帥率いる第一艦隊が展開。アウグスタの炎がこの世界を変える。それを妨げる者は一艦たりともグランエグザイルに近づけてはならん。艦隊は総力を挙げてグランエグザイル全面の敵艦隊を排除。同時に我々バンシップ隊が突入。アウグスタ・サーラを捜索、救出する。僕も遊びたかったな。シルビウスをよろしくね。ミリア総司令官をサポートしてあげてね。了解。ルスキニアを止めるため、私たちと一緒に戦ってほしい。グランエグザイルに対抗するためにはあなたたちの高い技術が必要なの。ノフィチア、ты сможешь простить меня? ディアン、いいえ。お姉様のことを今すぐ許せるかと言われたら、それはできない。でも私には果たすべき使命がある。使命？絶対に逃げ出すことはできない。私はトゥランの王で、生き残った人々を導かなくてはならないから。それが私がお姉様から受け継いだもの。私の気持ちなんて関係ない。Какая же я жалкая. Я полечу. Минасан, о мачи кане да ё. Гран Экзайль ни идому субете но минасан. Коре га хонтоу ни сайго но татакай то нару де шоу.ルスキニアの主張する通り、ここで我々が投降してしまえば戦争は終わるかもしれません。ですが、そんなものが平和と呼べるでしょうか。ここには異なる国、異なる世界から来た人々が集まっていますけれど、今私たちは同じ思いを抱いて同じ未来を目指している。私たちはもう分かっているはずなのです。互いを理解し、思いやる心によって世界を変えていけるということが、新たな未来を共につかみ、そしてみんなで帰りましょう。私たちを待つ人々のもとへ。増員戦闘配置。全軍戦闘用意。戦闘用意。戦闘用意。撃て。191度。トゥラン王とイグラシア、見せしめ。青い水面に生まれし者、我らの安らぎはある。
永遠。姉様。手法とともに周辺装甲が脱落したものと思われます。手法が？どうやら使い捨てみたいだね、あのでかいの。機関全開、最大戦速。機関全開、最大戦速。外角の穴より突入部隊を送り込む。強欲探偵陣、敵の突貫を受け流せ。諸君、最高の援軍を連れてきたぞ。アナトレの援軍です。遅いぞ、ソフィアさん。アナトレ、ルシス連合皇帝ソフィアの名において命ずる。統合軍を支援せよ、運動機一流。全艦両舷最大戦速、シルバーナに続け。ご支援感謝いたします。用意、総員対衝撃防御。どんだけでかいのよこの船。急がないと、タチアナ艦長たちもミリアたちだって危ないっていうのに。やっぱり九時のパイプに入って。その方角ならそっちが最短距離になる。ジゼ、なんでわかるの？このグランエグザイルの基本構造は連邦の機関インペテンスと共通なのよ。多連装鉄鋼粉塵弾発射。巡航直進左6秒、5秒、3、2、1、今。
Простите меня! Вперед!星型機と交戦、以降連絡途絶。ファム、ジセル、全ての戦いの芽を摘み取る選択の余地はない。ファラフナーズ様の理想を叶えるため、この復讐の連鎖を断ち切って、あなたの願った世界を作るため。サーラ様、あなたが目覚めた時にはこの世界は変わっている。グローリア・アウグスタ。まさかこれ作りかけ？建造途中で放棄された。そんな。ニア閣下はグランエグザイルと共に世界に平和をもたらす。我らはその道の礎となる。自由と意志を奪われて、ただ生き延びるだけの生に何の意味がある。アウグスタ・サーラの夢と理想を叶えるために諦めるな。全艦突撃。ゴーリア・アウグスタ。ファムは必ずサーラを連れて戻ってくる。グランエグザイル内壁を狙え。直視の注意を我が艦に引きつける。撃て。次元神艦魚雷撃て。我が艦を盾として、我らが皇帝の進路を警戒せよ。全訪問波動中の敵手法に集中。やっぱりあれは攻撃兵器じゃない。もっと別の。敵外装部に異常な破壊を。臨界状態の四方付近です。どういうこと？構造全体に猛スピードで拡大していきます。やっぱりあれは四方じゃなくて巨大な推進機関だったの。ああ、そういうことか。みんなを空に連れて行きたかったんだ。だからたくさんの翼を用意したんだね。それなのに叶わなかった。ああ、何がどうなってんだよ、このデカブツのアヒル野郎が。戦闘続行不能。私に続け。グランエグザイル構造物 28% が崩壊。次回速度増加中。各艦より指示を求めてきています。総員退艦せよ。我らの時代は終わった。総員武装解除の上、統合軍の指揮に従え。ですが。これは総統閣下よりあらかじめ与えられていた命令だ。落下物にて流骨への荷重、
70% を超えました。ガンが持ちません。突入部隊は各地脱出を開始したとの連絡が入っています。サラはアウグスタを確保したって連絡はまだだよ。ファム、グランエグザイル降下、高度警戒安全域まで150秒。セーラパティが何ついてこい、オーラン。ソルーシャ、ゼン君、セーラボディに続け、脱出する。何、触手が引いてってる。回収を断念する。機関全開、クライエグザイルより離脱する。ミリア、機関全開浮上。新しき世界の翼。このエンジンの音、ファム機です。ベスパより発光信号、我アウグスタを救出せり。ファム、シゼル、よく頑張ったね。アウグスタはご無事です。アウグスタ、よかった。やりやがったな、このアヒル野郎。ファム、聞いてー。16匹目のクジラは大物だったな。え、サーラ、ジゼルさん、ファムさん、サーラ、ロサントは、ルスキニアは、二人はどこ。グランレイクの源、ザ・ホールの青く深き淵より湧き出る聖なる水をもって、アデス連邦、トゥラン、グラキエス、アナトレイの盟約をことほぎ、その証となす。隣人として生活し、平和と安全の維持に尽力することに同意する。み
頑張りましょう。この喜びの時を迎えられたことを共に祝いましょう。